久人様の盗作問題はなかったことにできるレベルではなかった、皇室特権でも消せない罪、将来に暗雲が、こんにちは。本日も、皇室のお話を取り上げて参ります。本日の話題は、久人様、作文盗作。海外でも問題に、と、小諸家川から手を引いてくれると思っていた、秋篠宮家の誤算。 の二つに関しての記事を見つけましたので引用を含めた柄深掘りしていこうと思います。それでは一つ目の話題です。参りましょう。2022年2月16日、筑波大附属高校に合格した久人様。過去には東大合格者を多数出している進学校への入学となりました。今回の入学に関しては、 お茶の水女子と筑波大附属高校の間にある定期栄光進学制度というものを使っての入学だったようです。この特別制度に関しては、発足時期などから、久人様のための制度なのではないかと多く言われていましたが、これに関して、孔子職大夫と筑波大附属高校の学長は、そういったことはないと言っています。 悠仁さまの合格と同じ時期に話題となってしまったのが作文コンクール問題です。どんな問題なのかと言いますと、悠仁さまは北九州市文学館主催子供ノンフィクション文学賞に参加して佳作を受賞したのですが、その作文がなんと書籍の文章を無断転載していた盗作だったというものです。 こんなことをしていたなんて信じられませんね。卑怯な手を使って参加とは許せません。国内ではこの問題については規制されていたのか、ハトンと報道されることはなかったのですが、海外では大きく取り上げられました。イギリスのデイリー・テレグラフの電子版では、盗作したにもかかわらず、15歳のプリンスは文学賞を辞退せず、 未来の天皇が雑誌の文をコピペして夏休みの作文コンクールにというようなタイトルでこういう問題になった経緯を詳細に報じました。皇室担当記者も次のように苦言を呈しています。未成年とはいえ著作権の侵害というやってはいけないことをしてしまった。将来生物学の研究者を志すのであれば こういった行いは特に気をつけなくてはならないことです。悠仁様は、こういった注意に関して感謝していると、講師職大夫は言っております。が、受賞の事態はしないとのことです。感謝しているからなんだというのでしょうか盗作で仮作であることが恥ずかしいことと思わないのでしょうか盗作が発覚したのですから、 主催者側から辞退するよう申し出てくださいと言ってもいいと思います。盗作でも仮作になれるんですよ。と言っているようなものです。ズルしても受賞できるんだよと、子供たちに教えてはいけません。普通であれば、本人、もしくは両親や役内長が辞退を申し出るのが普通なのではと思いますが、皆さんはどう思いますか 2月23日の天皇陛下のお誕生日記者会見にて、学問への取り組み方について、鎌倉時代の誠大使書では、まずは徳を積むことがどれだけ大事かを説いており、そのためには、道義や礼儀を理解しつつ、学問に取り組まなければならないと説かれています。と述べられていました。盗作は、海外では犯罪扱いです。 皇族だからって許されることではありませんよ。悪いことをしたと思うなは、今からでもいいから辞退してください。中学生だから許されることではありません。親が悪いことは悪いと、教育しなくてはならないお年頃です。将来の大スメラギ候補が、盗作はするし、受賞は辞退しないし、入学も特別制度だし、ということですから、 久人様が天皇になったとき、海外の日本の印象が悪くなるのは決定ですね。とっても残念です。次の話題に移ります。な子さんの結婚について、秋篠宮家には御算だらけだったという話題です。どういうことなのでしょうか新子さんと小室さんの結婚について、のりこ様は当初、賛成していたとのことなのですが、 上皇后さまは、秋篠宮さまと、の子様さまに意見をされたようです。そういった意見を聞き、二人の結婚には無理があると思い、賛成から反対へと意見が変わったことが、の子様さまとま子さまとの間に、深い溝を作ってしまいました。ま子さまにしたら、の子様さまは、初めは賛成してくれていたのに、どうして急に反対するの という気持ちだったのでしょう。キノコ様としては、上皇后様の意見を伝えるわけにもいかないので、ただただ、恨まれ役になってしまったというわけです。毎日毎日、テレビをつければ、報道番組で、小室さん問題が取り上げられていましたが、あれだけ大きな問題となれば、普通であれば、小室家側から、 今回の結婚をやめるとの申し出があるのではないかと、秋篠宮家は高をくくっていたのですが、実際はその反対で、秋篠宮家を訪れた際も持論を押すだけで、低い様子は1ミリたりとも見せなかったと言います。そんな小室さんに、秋篠宮様もノリ子様も、さすがにイラつきを隠せなかったようです。これが、誤算の一つ目で、 二つ目の誤算は、金銭問題が出るくらいお金の余裕がないはずの小室さんに、なぜか支援者が現れて海外留学してしまったという、何もかも思惑とは違った形になってしまったという点です。そして、とどめの三つ目の誤算というのが、何より、大事な娘が、金銭問題に関して小室家川を擁護する形となった点です。 秋篠宮家側としては、皇族の結婚相手に、金銭トラブルなどの問題があること自体問題なので、本当に結婚するということならば、その問題を解決しなくてはならないと思っていたのですが、小室家には、その気持ちが少しも通じることがなく、挙句の果てには、娘まで小室家を援護。秋篠宮ご夫婦は、ショック極まりなかったようだと、 宮内庁関係者が話していました。結婚に関して両親が反対する中、妹の稽古様だけは違ってい、ました。ICU を卒業した時に、姉の結婚に関して、 当人の気持ちが一番大事です。姉の個人としての希望が叶ってほしいという意見を文書にて発表され、両親の意見に反対だという姿勢を見せてきたのも、ご両親としてはショックだったでしょう。稽古様は、同時に、こんなことも書いています。様々な情報を見るとき、その情報の信憑性や意図を、しっかりと考えることが大事だと思います。 今回の姉の結婚問題の件で感じましたが、情報がありふれる現代において、個々が深く考えることの大切さが大事だと感じました。パッと見、メディアへの批判にも取れますが、これは、ま子さんののりこさまへの不信感を知っている、けいこさまが、母に向けたものかもしれないと、宮内庁関係者が話します。秋篠宮さまのお誕生日を祝う内縁へも、 な子さんと恵子様さまは出席することはなかったと言います。姉妹揃って、完全に親に反抗していますね。久仁ひさまの高校進学問題にしても、作文の盗作問題にしても、智子さんの結婚問題にしても、問題を起こしているのは、本当に秋篠宮家はかりですよね。どうして、こんなにも、大スメラギ兵かこ一家と差が出てしまうのでしょう。 同じ皇族で同じ環境で育っているはずなのに。一般人の携帯姉妹だって同じ環境で育っていても違うので違って当たり前なのかもしれませんが、お立場上、こんなに問題だらけのご一家はいかがなものかと思います。久人様の盗作に関しては、自ら辞退していただき、まさんと小室さんにはもう一般人なのですから。 国民の税金は使わないという本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また皆さんに感じたこと意見などをコメントしていっていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。